おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も狼ゲームの続きやっていきたいと思います。前回はみさきちゃんが主人公のことを殺そうとして、でも失敗して、狼だということがみんなにバレてしまって処刑されてしまったところで終わりましたね。いやー、あまりにもあっけなさすぎて、まだ私の中では美咲ちゃんを疑ってるところがあります。で、これでもう違ったらただただ申し訳ないんですけどね。ただいろいろ考察しててもやっぱりやってみないと分かんないので、何も考えずに今日もやっていきましょう。続きから。あら、続きからって思ったら TikTok 触っちゃったよ。はい、広告はいいです。続きからやりましょう。羊だ。ということは俺以外の4人のうち誰かが狼か。いずれにせよこの人数しかいない。殺される可能性はかなり高い。正直もう精神的消耗がかなり激しい。だろうな。そろそろね。だって唯一の癒しまで死んでしまったからな。俺は言葉少なくその場を離れて廊下に出た。その時俺はひどく疲れていた。少しでもいいから横になりたいと思った。どこかに隠れて少しだけ眠ろう。隠れる場所なんてある？おさむさんをなんか隠した場所とかくらいじゃない？ああ、ぽいね。俺は図書室の本棚の影に隠れて少し仮眠を取ることにした。しかし、電車でドアを閉める羊たち。あの光景はやはり見たことがある。やっぱりなんか電車に居合わせた12人とかなのかな。するとこの狼ゲームの正体はあの事件に関係しているのか。そんなことを考えながら俺は眠りに落ちてしまった。いや絶対狙われるって。大丈夫かな、死なない？やめて、やめてよ。あれだ、小学校の時のその転校してばっかりだった時に助けてくれた男の子がいじめられてんじゃない？もう誰かあいつら止めたら？さすがにやりすぎでしょ、泣いてるじゃん。お前最近新しい転校生の友達できたからって調子に乗ってるだろ。おいこいつ泣いてるぜ。あ、お前唯一の友達の転校生が来たぞ。はい転校生、お前こいつの友達なんだろ。じゃあお前も一緒に俺たちと遊ぶか。俺はどうしよう。ちょっと用事があるからまたね。うわ裏切ったよ、ほらやっぱり。ああ見捨てられちまったな。せっかくでっかい唯一の友達だったのに。うわークソだな。またあの夢だ。俺の小学校の頃の記憶。子供の頃からこの夢を何回見ただろうか。今でもトラウマのように自分の中にある記憶。あの日以来俺は彼と話をしなくなり、結局他の友達を作りそこで遊ぶようになった。彼はまた一人ぼっちでいじめられる日々が続いた。その後も何度か彼がいじめられている現場に出くわしたが、俺は目をそらした。だって怖かったから。彼はじっといじめに耐えながら俺の方を見ていた。今鳥肌立った。そしてそれから半年ぐらい経った時、その子から急に家に電話が来た。もしもし、僕いじめられて辛かった。でもそれは耐えられたんだ。でも友達に裏切られる辛さは耐えられなかった。こんな気持ちになるなら君と会わなければよかったよ。そう言うと一方的に電話が切れた。次の日、彼は学校の屋上から飛び降りて自殺した。
俺が小学校4年生の頃だ。自分が原因だったのか。この経験がその後ずっと俺を苦しめることになる。俺は逃げた。その事実が心に暗い影を落とした。勇気も出ずに友達を見捨てて逃げた。それ以来、俺は逃げるということに敏感になった。そして、すべての不安や恐怖から逃げるようになってしまった。それは年齢を重ねても変わらなかった。そして、あの事件の時も、俺はいつも通り逃げたんだ。どれぐらい寝ただろうか。俺は眠気を覚ますため、ゆっくりと立ち上がった。すると、何？凛太郎くん。目の前に凛太郎が立っていた。うわ、なんだよ。脅かしちゃって、ごめんね。こいつまさか、俺を殺そうとして。僕は狼じゃないよ。もし本当に狼だったら、寝ている君を殺すだろ？それはそうか。で、何か用？君ってさ、前回、狼だったよね。なんだよ突然。いや、前回は違うよ。前々回の話ですから。ね？君が凶器を持って図書室に忍び込むのを見てたのさ。全部見てたのか。けれど、まさか他にも狼がいたなんてびっくりしたよね。でもラッキーだったね。勇気が出なくてうじうじしている間に、他の狼が先に殺してくれた。何が言いたいんだよ。俺を脅してるつもりか。それに全部見てたなら、なぜ前回の狼裁判の時に何も言わなかったんだよ。それは、お愛子だからかな。お愛子？どういう意味だ？俳優の拓也さんが殺された夜、君は狼に追いかけられたって言ってたよね。あれ、凛太郎くんだったの？その時の狼裁判で、聞き手が違うと訴えていただろ？あの時はちょっと焦ったよ。凛太郎くん左利きなんだ。焦ったって。ということはお前が。拓也さんを殺した狼は、僕なんだ。ちなみに、シャツを盗んで燃やしたのも、全部僕の偽装工作だよ。凛太郎くんが全部やったから落とし入れようとしてたってことか。全部繋がったわ。お前、人を殺したのか？え？そうだけど？罪悪感とかないのか？ちょっと笑わせないでよ。君だって、羊を殺そうとしてたじゃないか。いい人ぶるなよ。君は運が良かっただけじゃないか。なかなか殺す勇気がなくて、うじうじしてたらマキさんが先に殺してくれた。そんな君に罪悪感とか語る権利なんて、こんなところで噛むなんて。そんな君に罪悪感とか語る権利なんて、ないだろう。それは、お互いここまで生き残ってきたんだから、仲良くしようよ。それに、今回君は狼じゃないみたいだし。顔を見ればわかるよ。君は、羊だ！よかった、認定。羊認定。怯え切った顔をしているからね。そんなことより、もう朝だよ。リビングに行こうよ。狼が誰かを殺しているかもよ。確かめに行こうよ。こいつ、一体どういうつもりなんだ？
俺たちは無言のままリビングに向かった。ひえー、こえー。げえ、お前ら生きてたのかよ。これで、5人中4人が揃ったか。あとは千恵ちゃんだけだね。もしあいつが殺されてたら、女は私一人？まだ殺されたと決まったわけじゃ。そうだな。あいつはかなり臆病だからな。そうだね。どこかに隠れているのかもしれない。じゃあ、みんなであいつを探すか。そうだね。もし死んでたとしても、早く見つけてあげなくちゃ。面倒。俺たちは千恵さんを探すために探索することにした。ついに千恵ちゃん死んじゃうの？それもそれで嫌なんだけど。いや、死んでないと信じたいぞ。電車ね。はい。電車には誰もいないっぽい。ん？これは？美咲さんの人形。へえ。前を向く勇気がない。この意味深なメッセージは一体何なんだろうか。おお。これは？なんだこれ？血のついた服？なんでこんなものが？服のサイズから見て男性のものだろうか。一箇所血のついた部分に大きな裂け目がある。何者かに刺されたということか。謎のリビングの部屋にも女性用の血まみれの服があった。これらは一体何なのだろうか。どう思います？リツちゃん。知恵のやつどこ行ったんだよ。4人がかりで探すなんて超めんどくさいんだけど。そんなこと言うなよ。はあ？お前美咲ちゃんが死んでからなんか言いこぶってない？なんかうざーい。そんなことないよ。ところでリツちゃんはいつまでその飴持ってるの？そろそろなんかカピカピになって美味しくなさそうだよ。じゃあ、物置にはいないんだよね。あれ？物置入れないの？何？あれは、千恵さんだ。あ、もしかして密室殺人とか。だってもう第5章密室の謎って書いてあるもん。物置の扉の奥に千恵さんの姿が見えた。ガチャガチャ。あれ？内側から鍵がかかっているぞ。騒ぎを聞きつけて他のみんなが集まってきた。いたのか？うん、この中に。ああ、ほんとだ。ガチャガチャ。ちゃ、鍵かかってんじゃん。おーい、早くここ開けろ。こちらの声に反応しないね。なんだか様子がおかしいな。もしかして死んでるとか？早く確認しないと。何か扉をこじ開けられそうなものはなかったかな？そんなものあったか？とにかく何か探してくるよ。こじ開けられそうなもの。ほう。何？釘バットとかないよね、だって。探してきます。千恵ちゃんが死んじゃう。ない。あ、これは？これは使えない？あ、使えない。扉こじ開けられそうなものはないって思ったら、おさむさんの人形があるよ。教師のおさむさんの人形だ。お前の優しさは誰のため？自分を守るためだろう。この意味深なメッセージは、一体何なのだろうか。深いメッセージばっかりですな。どういう意味があるんだろう。武器庫とかになんかこじ開けられそうな。これバール来た。これがあれば扉をこじ開けられるかも。早く物置に向かおう。よし、さすが武器庫。便利。さてどうだ。これで扉をこじ開ければ。くそ、なかなか開かない。貸してー。そう言うと凛太郎は俺の持っていたバールをつかみ、扉の隙間に差し込んだ。
ドン、うえー、かっこいい。扉はすごい音を立てて外れ、物置の床に転がった。お前力すげー、早く中を確認しようよ。そうだ、確認してみよう。いやー、ちえちゃんの死体とか見たく、あー、ちえちゃんそこには椅子に力なく座ってるちえさんがいた。死んでるな。狼に殺されちゃったか。でもこの部屋は内側から鍵がかかっていたんだよ。そうだな。では密室だったということか。あれ、ちえちゃんの膝の上に何かあるね。あ、本当だ、何か書いてあるな。私が狼、耐えられない。前から死のうって思ってたし、自殺しよう。これは遺書。じゃあ、ちえちゃんは自殺しちゃったってこと？あ、それにこれ。これは毒の瓶だな。これを飲んで自殺したってところか。ま、元からいつ死んでもおかしくないようなやつだったし、狼になった重圧に耐えられなかったんじゃね？いやー、どうだろうな。なんか美咲ちゃんが死んだことで、こう、美咲ちゃんが死んだ時の対応を見るに、そんな感じじゃない気がするんだけど。ここまで来て自殺なんてするか。でも知恵さんのことだ。行動の予測は難しいか。狼が自殺ってことは、ゲームはどうなるんだ。おい、メリー、ウルフ、どこかでこの様子を見てるんだろう。この場合、ゲームはどうなるんだ。狼が自殺じゃない、狼が自殺した場合でも、その人を含めた狼裁判をちゃんと行います。それに、知恵さんが自殺したとは限りませんよね。もしかしたら狼の偽装工作かもしれませんよ。でも密室だったし、もう自殺で確定でいいんじゃないかな。まあ、でもメリーの言うことも一理あるな。じゃあ、狼裁判は通常通り12時間後に開かれるということだな。はい、そこでやはり知恵さんが狼だったと思えば、知恵さんを狼として選んでください。その場合はすでに死んでますから、処刑はできませんが。ちょっと残念そうだな、お前。本当に知恵さんが狼だったら、脱出の扉が開きます。やはりここまで来て急に彼女が自殺するなんて思えないよな。この違和感は以前の武雄さんを処刑した時にも感じた。簡単に思い込まない方がいい。念を入れて探索してみよう。コウさんじゃない？なんか密室トリックとか作るの得意そうだしっていう、もうすごいバカみたいな発想だけど。ちえちゃん好きだったよ、すごく。ちえさんの死体だ。こいつの遺体で気になったところがあるんだが。ん？こいつの爪見てみろ。うわ、爪がボロボロになっている。うわ、痛そう。なんだこれ。爪がボロボロなんて何かあったのか。それにさ、この部屋変な匂いしない？ん？そんなのするか？ふん、俺もよくわからないな。変な匂い、俺もあまり感じない。まあ、とにかくこの部屋をよく調べてみよう。だって血の匂いするとかさ、わかるじゃん、凛太郎くん。だからこれは結構鼻が利くから頼りになると思うんだけど。この知恵さんの箱とかもね、知恵さんのものらしい。あ、今特に調べる必要ないのね。じゃあこの毒薬見ようか。知恵さんの死体か。違うわ。うん、遺書が載ってるね。自殺なんだろうか。変わった匂い。どんな匂いがするの？なんか洗剤みたいな、そんな感じかな。まあ、みんなが気にならないならいいや。洗剤のような匂い、俺は特にしないけど、
洗剤か。じゃあシャワールーム行くか。ここ使った形跡あるの？さまざまな洗剤が置いてある。やけに種類が多いな。ああ今まだ調べられないか。んじゃあまだここの物置で。コウさんかな次。こいつわざわざ遺書なんか書いて自殺したのか。意外と字が綺麗だよな。でもこいつの性格なら誰にも知らせず一人で静かに死にそうな感じはするが、自殺じゃないというのも疑うべきか。どうだろうね。とにかく現場であるこの部屋をもっと調べる必要があるな。そうだね。じゃあリスちゃんどう思う？扉の鍵は閉まってて、それ以外に出入りできそうな場所もないし、完全な密室だな。あの扉も内側から鍵がかかってたしね。でももしこれが狼が仕組んだ偽装工作なら怖いよね。その可能性はゼロではないな。いやもうさっぱりわからないから、じゃあこれは次回にしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。いやーショックです。次々と人死ぬじゃないですか。もう生存人数5人？いや違うよ、4人だよ。もううわー寂しくなったな。ということで今回は誰が狼なんでしょうね。楽しみですけど、ちょっと怖いところもあります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おつぴよです。